本町駅は大阪府大阪市中央区船場中央4丁目にある大阪市高速電気軌道の駅である。御堂筋線と中央線は島式ホーム1面2線、四つ橋線は相対式ホーム2面2線の地下駅である。駅の東側から中央台通沿いに隣の堺筋、本町駅にかけて、 船場センタービルが立地しているため、中央線ホームの東側は上下線の間隔が広くなっており、この間隔も境筋、本町駅まで続いている。東西に伸びる中央線ホームの東側に、御堂筋線ホーム、西側に四つ橋線ホームが接しており、この字のような構成になっている。四つ橋線の四つ橋よりと中央線の阿波座よりが連絡線を介して繋がっており、 森の宮県車場と緑木車両工場の間で車両を改装する時などに使われる。それぞれ南北に伸びる御堂筋線と四つ橋線のホームは離れているため両線の相互の乗り換え案内はなされていない。似たような構造の東京地下鉄大手町駅では東西線半蔵門線や札幌市営地下鉄の大通駅では南北線 東方線などで乗り換え案内がなされているのとは対照的だが、この付近で4つ橋線と、御堂筋線はほぼ平行に走っており、相互の乗り換えは、両線の駅がより接近している、梅田駅、西梅田駅や大国町駅で乗り換えを行うのが通常である。東駅は、御堂筋線部分、中央線部分が、本町管区駅に所属しており、道管区駅長により、 当駅のみの単駅管理となっている。四ツ橋線部分は大国町管区駅に所属しており、四ツ橋駅が当駅を管轄する。なお、御堂筋線のうち、最初に開業した梅田駅震災橋駅間の各駅ではアーチ型の高天井を採用したが、この本町駅だけは天井こそ高いものの、中央が高くなった平天井を用いており、支柱で支える形態を用いている。また、 通路天井の照明が本町となっている部分がある。2011年10月に船場ブランド復権を願う市民の要望を受け、駅名表に船場西が副名称として追加された西は黒字に白抜きである。ただし、船場ではなく西横堀川衛星の下線上に位置している四つ橋線ホームの駅名表には追加されていない。なお、隣の堺筋本町駅にも 船場東が副名称として追加されているが、両駅とも副駅名としての扱いではないので、案内放送では故障されていない。2020年11月10日の1日、上皇人員は18万1920人である。船場センタービル線は、震災場筋商店街付近は、淀屋橋と並んで、大阪最大のオフィス街となっている。淀屋橋本庁館の会社に就職することが、 ステータスシンボルと言われる傾向がある。日本を代表する大企業が数多く集中するほか、地方銀行の大阪支店も多くが当駅付近に集中している。最寄り停留所は本町と品の橋である。以下の路線が乗り入れ、大阪市ティバスにより運行されている。本町停留所品の橋停留所。ありがとうございます。